警察が何かやりますよじゃなくて、警察官の前に元レースでプロまで行った中野徹という人間が、今警察官やってるけども、その人が交通事故を減らすために何かやりたいってなった時には、警察対そのバイク乗りではなく、そういうその対立関係ではなくて、ライダーも話を聞ける、警察官が、来たのかなと思って、これはちょっとなんか面白いことが起きるかなと思ったのは、その時に感じました。抑えるというよりもみんなでなんかできないかと、警察官ここ数人数十人だけではなくて、ツーリングに来られているライダーの人たちもう一緒に、防止ができないかということで、共同して何かできればなというのがプロジェクトの始まりです。ただいまから阿蘇ペースライダープロジェクト開始式を開催いたします。今年令和2年の3月に18日に私は阿蘇警察署に配置になりまして、勤務を始めました。で、20日の日に3連休の初日に、当直勤務といいまして、朝から24時間の勤務をやったんですけども、その時にも日中に、北外輪山で、ドクターヘリが2回出動するツーリング中の重大事故が起きまして、まずは、阿蘇警察署の交通係としては、これからのシーズンになるツーリングの交通事故を抑止そして防止しなければということで、何かしらの対策をと考えたところです。以前は阿蘇警察署を勤めてたんですけども、交通の方の関係団体とかいろんなのを分からなかったものですから、スマホで阿蘇市バイクって食ったら、ひばりガレージさんが一番最初に出て、でひばりガレージさんも私全く知らなかったんですけども、まずは、誰かに頼ろうと思いまして、あれ日曜日の夕方だったかな、もうお店閉めてて、でフラッと自転車に乗った、高青年のおじさんがやって、高青年じゃねえな高青年な高おじさん高おじさんが自転車でやってきて、あの僕警察官、あ、いやいや警察は先に言わんかったな、あのバイクが集まるところのご主人ですかっていうような感じでやってきて、でまあまあまあ僕からすれば普通のお客さんって思っとったら、実は警察官で、ちょっといろいろバイクのことでいろいろ話したいってやってきたのが、一番最初かな、死亡事故が発と、交通事故が発生しているのは曲がりくねってて、特に、ほとんどが左カーブで、そのまま対向車線の方に出てしまって、対向車と衝突したり、道路の外に飛び出たりとかいう事故が大半です。年代的に言いますとリターンライダーといいまして、40歳代以上の方たち、本当に家庭的にも社会的にもまだ確立してちょっと余裕を持って、いいバイクで愛車で来られててという事故が非常に多いです。赤いバンダナを、バイクなり、体の一部に巻いて、僕たちはもう無謀な運転をしませんと、しませんというよりもそれを、つけてるライダーが通ることによって、抑止力になるのか、その無事に帰ってこそ、その気持ちいい、道を走ったって帰ってこそ言えることじゃないですか。警察の発信というよりも、民間の、僕たちが発信する、で警察官の思いを伝える、だけそういうことを、やるのが今僕の仕事かなというのをやっぱり感じましたね、その話し合いの中で。
本当に幸せだった家族から、大黒柱が亡くなった悲しいご遺族に変わる瞬間っていうのを目の当たりにして、署員はみんなもう自分のことのように、涙をこらえ必死でこらえています。ですのでぜひも阿蘇に釣りに来られる方々は阿蘇ペースライダープロジェクトにご参加いただいて、楽しい思い出とともに家族のもとに無事帰っていただく、これを一番お願いしたいです。命を懸けてまで走るような道じゃないよってことなんですよね。阿蘇の道って綺麗ですよ、もちろん。でも命を懸けてまで走る道ではない。まあよく言えば命をつないで何回でもやっぱり走りに来るような場所が阿蘇の道なんだろうなとは思います。